こんにちは、ばあばです。今日はこのコマの作り方をご紹介します。このように伝統的な兜の折り方とほとんど同じ折り方で折った4つのパーツをつなげて、このように綿棒を軸にしたコマになります。とてもよく回るコマで簡単に作ることができます。ではこのコマ、早速作っていきましょう。用意するのは通常の15センチ四方の4分の1のサイズの 7.5 センチ四方の折り紙が4枚、あと綿棒とボンドを用意しておいてください。この4枚の折り紙の色の組み合わせは自由です。まずこの綿棒ですが、このように両側が膨らんでいますが、この片方の膨らんでいるところを根元で切り落としておきます。このような形にして綿棒を用意しておいてください。次はコマのパーツを折っていきます。まず裏の白の面を上にして、このような向きで置いて、三角形に縦横半分に折って折り筋をつけます。開きます。下の角だけを中心に合わせて折り上げます。そして中心の折り筋で上半分を下に折り下げます。上の2つの角を下の角に合わせて折り下げます。そして今折り下げた角の左側の角だけを上に合わせて折り上げます。中心のこの角からこのような斜めの線で内側の縁を外側に折り返します。普通の兜の角の折り方と同じになります。右半分は一度開きます。そしてこの角を中心に合わせてこのように内側に折ります。そしてここの折り筋で角を内側に戻します。下の角を上に折り上げます。このように上の三角形の半分ちょっと上のところまで角を折り上げて、そしてこの中心の折り筋のところで下の部分をさらに上に折り上げます。はい、これで一つのパーツが完成です。普通の伝統的な兜の折り方で角が片方ない感じになっています。残り3枚も同じように折っていきます。はい、このように4つのパーツが折れました。この4つのパーツをつなげていきます。まず1つのパーツのこの角のない右側の部分をもう1つのパーツの内側に挟み込みます。2つ目のパーツのこの角のある方の角に向かってこのように差し込んで組み合わせていきます。2つ目のパーツのこの角のない方を
3つ目のパーツの内側にこのように差し込んで、そして3つ目のパーツもこの角のない方を4つ目のパーツの間に差し込みます。4つ目のパーツはこちらを1つ目のパーツの角のある方の角に向かってこのように交互に重なるように組み合わせていきます。そしてこのように中心に隙間ができないようにこのように組み合わせていきますが、ボンドを使って貼り合わせていきます。角のないこの右半分のこの中心の縁のところにボンドをつけていきます。中心に近い縁のところにこのようにちょんちょんちょんという感じにボンドをつけて、そしてそれからこのように4つのパーツを中心に向けてぐーっと寄せるように組み合わせます。最後に少しまだ中心に隙間がある時にさっき片方を切り取った綿棒を裏から切り取った方を中心にこのように差し込んでいきます。差し込んでちょうどこの膨らんでいるところが裏から見えるように差し込みます。そしてぐーっと中心に隙間ができないようにしっかり組み合わせます。そして裏から見てこの綿棒の根元のところにもボンドをつけて綿棒を固定していきます。はい、このようにしっかり組み合わせたらこのように横からぐーっと中心に向けて押すようにしながらしっかり組み合わせたらこれでコマの形が完成です。真横から見るとこのように兜の形がぺったんこではなくて中心が少し幅がある感じに仕上がっています。この状態でボンドが乾くまでそっと置いといてください。そしてボンドがしっかり乾いて完成したものがこちらになります。この軸の先端をつまんで机の上に垂直に立てるように置いて軽くひねると簡単にきれいに回すことができます。思いっきりひねるのではなく軽く回すだけでこのようにきれいに回ります。最初に見本でお見せしていたこちらのコマはこれは4色全部違う折り紙で折ったものでこちらは2色ずつ違うもので折ったコマになります。使う折り紙の色や柄の組み合わせによってもいろいろとイメージの違うコマになってくると思います。簡単に作れるのでぜひいろいろな色の組み合わせでこのコマ作ってみてください。